地元の自慢の農作物を知ってもらおうと、掛川市の小学生がレンコンの収穫体験を行いました。レンコンの収穫を体験したのは、掛川市の和田岡小学校の3年生25人です。この地区では耕作放棄地の田んぼを有効利用しようと、7年前から地元農家がレンコンの栽培を始めていて、毎年子どもたちが植え付けから収穫までの体験を行っています。子どもたちは地域の人に手伝ってもらいながら、レンコンを折らないように慎重に収穫していました。収穫したレンコンは各家庭に持ち帰ったということです。